んだこれ、コントラバスですね、これすごい軽いのかな。あ、思ったより重たいですね。ちゃんと楽器の感じがありますね。かわいい。
ントラバスとサイレントベースって使ってるんですけど、サイレントベースだとどうしてもこの辺のボディの感じがないので今みたいな奏法ができないんですけど、このミニコントラバスはそれがちゃんとできるっていうのがいいですね。特になんかソロ演奏したりとか、コントラバスのこの辺も肩がちっちゃい分弾きやすいのでいいんじゃないかな。弾いてたんですけど、ピアノの音色がすごい綺麗ですね。反応もすごい良くて、音程も本当に取りやすいし、これ結構個体差はあるんですか？そんなにない。すごいですね。フォルテもすごい出るし、重音もめちゃくちゃ綺麗だし、ピアノもしっかり出るし、バランスもいいっていう感じですね。音程も取りやすい。で、あんまり良くないなと思うのは、まあちょっと共鳴がちっちゃいから、共鳴しやすいのかなっていうのがあって、思いっきり弾いた時に他の弦が、余分になっちゃったりするので、そういう時はちょっとこうミュートをしたりだとか、こうやってミュートをすると。言ったみたいに音の音色がまあギラギラ系の音色なので、まあそれが嫌いな人には合わないかもしれないかなと思うんですけど、まあそれは長所でもあるので、例えばボディーがあるってのはでかくて、さっきのようなちょっと特殊な演奏の仕方もちゃんとできたりするし、あと見た目でもこれはコントラバスですっていう風に言えるっていうのは大きいかと思います。サイレントベースとかだと時々見た目が NG な時があって、音はまあいいんですけど、見た目重視とされる楽器でもあるので、そういう場所でも使えるかなと思います。まあ、何より弦がねちゃんと4分の4張れるっていうのは大きいですね。これケースっていうのはどういうのを使うんですか？専用がある、一回りちょっとちっちゃいんですよね。あ、別売り、専用ケースは別売りだそうです。これあれですね、なんか新幹線とかもそんな邪魔にならなさそう。10キロくらいですか。値段は32。自分が今想像できる用途としては、ソロパフォーマンスの時に僕生楽器使って、マイクで拾ってパソコンで加工して
演奏したりとかもするんですけど、そういう時使えるなと思ったり、本当にアコースティックのピアノとの、演奏会とかでも使えるなと思いました。僕なんか生徒さんがいるんですけど、自宅に生徒さんを呼んで、どうしても生徒さんが楽器を持ってこれないっていう時とかに、この楽器だったらすごくポジションも取りやすいし、大きさもそんなにないので、小柄な生徒さんとかでもすぐ弾けるんじゃないかなと思います。あとは何だろうな、まあメインの楽器と、こっちをサブにしてっていう使い方もできるんじゃないかなと思いました。こっちにソロ弦も貼っちゃって、まあ、まるでイタリアンのような小柄な楽器みたいな感じで扱いやすいと思うんで、この辺のハイポジションとかもそういう風に完全にソロ楽器用に改造して自分でチューニングしちゃうのもいいかなと思いました。いいと思います。これ弾きたい人はお店にベースランドさんに行くといつでも弾けるそうなので弾いてみてください。このね、本当に重音とかピアノとかフォルテとかのこの反応の良さっていうのは、まあ、実際弾いてみないとわからないと思います。あとさっき言ったまあデメリットでもあるんですけど、ちょっと他の弦がめちゃくちゃ共鳴しちゃったりするっていうのも実際弾いてみるとやっぱりわかると思うんで、このなんかパッと弾ける感じめちゃくちゃいいですね。あとオリエンテさんってめちゃくちゃ丈夫ですよね、楽器がね。結構僕も部活の時かなりハードに使ってたんですけど、一回も故障しなかった思い出があるのでさ。なるほど、32と24のランクがあると。あ、そうなんですね。それはじゃあ注文してから作ってもらってっていう感じで、今お店にあるのはラウンドの、はい、というわけで、今日はですね、このオリエンテさんのミニコントラバスを、試奏させていただきました。本当にカメラ回ってから初めて触ったので、全て嘘のない言葉でございます。可愛いし、まあ、ちゃんと鳴ってくれるし、なかなか痒いところに手が届く感じなんじゃないかなと思います。試奏をしたい方はベースランドさんでいつでもできるそうなので、葛飾にあるベースランドさんのお店に行ってみてください。というわけで、美大将ゆうでした。